最初の収集品を手にするディーター・フィリッピ・フィリッピコレクションは、ある情報通信企業で役員を務める企業家でザール・ブリュッケン出身のディーター・フィリッピが収集するプライベートコレクションである。その内容は、信仰、宗教、心霊などに関連を持つ世界中の冠物である。フィリッピコレクションの収集品ゴールドの胸飾りの日も、ローマカトリック教会で、 ローマ教皇が着用するコレクションは、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、カオダイ教、神道、仏教、宿教、スーフィズム、その他の信仰共同体に発する冠物に焦点を当て、その数は500点を上回る。それに加え、聖職者や教会の分野で見られる、送信具が100点を超え、例えば、ローマ教皇の靴や手袋、パリウム、 カトリック行為聖職者が身につける胸の十字架、スータンの腕章、スーキ教のショール、その他多数がある。さらに、コレクションは胸飾りの紐を52点を用し、一部には手間と時間を惜しまぬハンドクラフトの紐細工から製作されたものがある。ローマカトリック教会で、ローマ教皇、スーキ教、司教、大衆動員長といった人々が、 胸の十字架を身に装着するときは、こうした胸飾りの紐を使用する。コレクションは、現在のところ公開展示は行われていないが、電話で事前連絡しておけば、興味を持った来訪者が見学できるよう、開館してもらえる。コレクションの所在地は、ザールラント州キルケルである。当初、こうした被り物には、保護具としての機能があった。歴史の経過につれ、これに、 シンボルとしての機能が加わっていく。冠物は人々の羊、地位、職業、所属、ヒエラルキーを識別するラベルとなったのである。最後が装飾品としての機能である。宗教や聖職者関係のかぶり物は一つのグループとして、帽子の世界ではささやかな一分野を形成する。それぞれの組織などを代表する、あるいは、 剣食にある人々が装着し、そうした、やんごとなき、選ばれし少数者の貴族と地位を知らしめるのである。その上、希少で効果、貴重な素材から仕立てたり、貴金属や宝石を加工したりで、装飾品としての機能を持たせた冠物も中には、ある。ただし今日、装飾品としての機能は二の次になっている。ありがとうございます。